大家好，我是吉吉，很高兴认识你。ここ日本言うてな。今回は藤井聡ファンが選ぶ藤井聡名場面トップ5です。京大の藤井聡先生という方はご存知ですか？反緊縮の権現みたいな方で、京大の教授でいらっしゃいます。今回はそんな藤井聡先生が、いろんな番組、いろんな講演会に出演しているんですが、そんな藤井聡先生の名場面も集めてみましたので、今回ご紹介させていただきたいと思います。それではまず、5位。国民の賃金が、ご覧ください、これ。ご覧ください、安倍内閣でこの2018年までで 5.7% も減ったんですよ。でちなみに2019年において最新では 1.7 削られてます。で、昨日からというか10月1日から 2% 下がりました。でこの 2% というのは上昇効果で 3% か 4% 下がりますから、安倍内閣下で11から 12% の賃金を下げるんですよ。藤井聡先生がおっしゃってるように、安倍内閣下で賃金が 11% から 12% 下がってるんです。俺ね、野党の皆さんね、この点を一番追求してほしいなと私も思っているわけですよ。安倍さん及び、安倍さんの周辺にいる人たちはアベノミクスの成果ばかり言いますが、確かにね、消費税なので物価は上がりましたが、賃金が全然上がってないんですよ。なので、未だにデフレなわけですよ。消費が冷え込んでるわけですよ。この点をこう藤井聡先生がちゃんと批判してくださった動画になります。それでは第4位いきましょう。要するにこの、平成元年に消費税が導入されて、250兆円程度の消費税を5トータル払ってますけど、その9割方が法人税の減税分に使われてるわけですよ。ってことはお金に色はついていないので、この30年間何を行われてきたかというと、大企業たちが僕たちの財布に手突っ込んで240兆円抜いてったってことなんですよ。それと一緒ですよ、大企業が僕らの金を吸い上げてるんですよ。しかも株主配当すごい増えてますよね。そうですよ。でこの株主の多くが外国人ですよね。そうです。我々の賃金がほとんど変わっていないにもかかわらず企業収益は2倍になり、そして株主配当は5倍になってるんですよ、もう過去のデータを見ると。もうね、だから要するにテレビで喋ってるやつのほとんどは今僕が紹介してるようなデータを見ずにイメージで喋ってるんですよ。なるほど。もう一回大学入り直せって思いますね、あいつら。そうですね。俺が教えたるわ、兄弟で。俺が教えたるわ、兄弟で。これですよね。この名台詞。かっこいいっすよね。僕もね、藤井先生に兄弟で教わりたいです。この動画ではね、いかに消費税がおかしい税金だということについて藤井先生が述べられているわけですよね。私も全くその通りだと思います。それでは第3位いきましょう。自由民主党の中の支配的な空気は構造改革待ったなしです。並びに財政再建待ったなしです。で、この構造改革待ったなし、並びに財政再建待ったなしと叫んでいるせいで、こういう貧困社会が広がってるんだということに自由民主党の先生方は目くばせをしない。本当にしない。特に幹部はしない。これはね、この国は壊れます。完全に壊れますというか、壊れてるんです。すでに。壊れてるの、それを見ない、この国の幹部は。自由民主党のメインの方々は、これに関して目くばせをしてる人間を僕は見たことがない。この動画はですね、藤井先生が自民党の幹部に対して喝を入れてるわけですよ。自民党の主流派は、小泉、竹中さんの時代から続いてる、構造改革待ったなし路線なわけですよ。つまりね、規制緩和をして、その上で税金を上げて、財政も再建しようみたいな考え方なわけですよ。そのせいで、日本の景気が良くなっている。デフレも進んでいるということを藤井先生が言ってるわけで、本当にね、藤井先生、力強い存在だなと思います。それでは、第2位いきましょう。あの時3年連続で、消費増税さえやらなくて、あの13兆円の補正予算をあと2年続ければ、デフレは脱却できたと思う。そしたら全ての問題は改善して、今おっしゃったような地方議会の苦しみもなかったはずなんですよ。僕はこれは本当に悔しい。あの時日本を救えたんですよ。これですね、藤井先生の苦しみがすごくよくわかります。藤井先生、なんでこんなに悔やんでいるかと言いますと、ご自身が内閣官房参与として、ついこの間まで
安倍政権の中にいたわけですよ。なのにこの増税と、まあ、緊縮財政を止めることができなかった、そのことを悔やんでる動画なわけですね。まあ、ですが藤井先生一人の力でこう安倍政権の緊縮財政増税の考え方を変えるのは難しいわけで、やはりね私たちがこう束になって安倍政権に対してかかっていかないと、安倍政権自体の考え方も変わりませんし、日本も良くならないと思います。やはり一人だけの力で安倍政権の考え方を変えるのは難しいということですよね。それでは第1位いってみましょう。交通量を減らしたかったら交通税をかけたらいいんでしょ、炭素を減らしたかったら CO2 を減らしたかったら炭素税かけたらいいんでしょ、そしたら消費を減らしたかったら消費税かけたらいいに決まってるじゃないですか。だから消費税というものは消費を減らす以外の機能は、まあ、あるかもしれないけれど、その機能は 100% いく一歩存在してるわけじゃないですか。バカが考えてもわかる、むしろ経済学部の教科書にそう書いてあるでしょ。なぜこれで起こらない日本の経済学者ども。これはですね、藤井先生が経済学者に対してかなり痛烈に怒ってるところですよね。まあ日本のね景気に関して大企業の人とか官僚の人とか政治家の方などいろいろね経済に関してかかっている人っていろいろ多いと思うんですけれども、やはりその中でもね経済学者がこのねデフレ状況緊縮財政増税に対して全く声を上げないという状況はやはり、ね、おかしいと思います。だってね税金上げたら消費税上げたら消費が冷え込むのってわかるじゃないですか。だって税金取られるってね分かったらやっぱり財布の紐を締まっちゃうじゃないですか。やはり藤井先生これちゃんとねビシッと経済学者に怒ってくれて本当に良かったなと思います。藤井先生、微力ながら私も少しずつ声を上げさせていただきたいなと思います。一緒にね日本の経済良くしていきましょう。